おかえり。なんですやん。怒っとって何どうしたと。何やねこれ。なんなんやねんって。これよ。なんでこれが。なんでヒロやねん。は？なんでヒロってあんたが名前書いてて言ったけんお母さんヒロって書いてあったらなんでダメとね。いやこういうの普通名字やん。あんた名前書いてて言ったでしょ。名前書くので下ってある普通。え、だって名前だけ名字だ。名前書いてててお母さんヒロって書いてあった。いや野球のこういうの見たことある。ないよ。ヒロって書いてんの。ないよ。いやないって言ってるやん。じゃあうん。いやなんでそれ書くねん。いやみんな名字でしょうが。うん、だけみんなが名字だけひろちゃんはちょっとでも目立ちたいのかなって名前変えてて言ったのかなと思ってお母さんはひろって書いてあった。どういうことやねん。なんでそうなんねん。いやお母さんもいいアイデアと思ったよ。名前変えてて、あ確かにねって。みんな名字の中に一郎みたいな下の名前で言ったら目立つでしょうが。だけあナイスアイデアと思って名前変えてひろって書いてあった大きく。いや俺そんなんで目立ちたないから。だって目立っただろ。だいめちゃくちゃいじられたよ。言うた作戦成功だよもう。いやそんな作戦いらんねん。言うた みんなにヒロって名前覚えてもらったた。みんな知ってるから俺がヒロって。言うた呼びやすいでしょ。ヒロの方が渡辺より監督さんも呼びやすいた。ヒロってボートすんなって。ヒロって準備しとけよって。ヒロって大きい声出せって。なんで俺ずっと怒られてんねんそのイメージしかないって言ったお母さんに。そんなないわ。でも渡辺ってよりもヒロって二文字だけすぐいけるでしょ。ちっちゃい誰にもうちょっとそれ消しといてよ。なん消えんこれ油性だもん。はぁ、あ、言いたい何がいいやとね。じゃあもう新しいの買って。そんなお金なか。なんね下の名前がそりゃ恥ずかしいと。恥ずかしいとかじゃなくて嫌やんこんなん。だってあれよ集中できひん明日からこれ着ていかんくなったらあんた、うわ昨日あいついじられたからもうあれ着てないって言われる方が恥ずかしくない。いやもうでもそっちの方がええわ。それを着続けるより。なあよかったい。もうそりゃ恥ずかしくなら泥だらけになってここの広がわからんぐらい毎日練習してこい。言ってマジで。ちょ、なんとかしてや。ちょ、なんとかしてなんじゃここに、ここにこう、ミータしてヒロミ先輩からもらったりすんねん。いや、いないよ。え？なんでヒロミにすんのそれ。違う、二つ目にヒロミ先輩って野球が上手な先輩おったでしょ。ああ。だからヒロミ先輩からもらったお下がりですって言って明日から着れば恥ずかしくなかろ。いや、俺これ今日着てるから。いや、それ、ミータしたらってなるやんけ。そっか考えたら分かるやん。なでやんすとね。じゃあ間に小さい棒とここに棒入れてヒーローにする。もっといじられるやんけそんなんしたらあのチームのヒーローはヒロちゃんだって。真ん中の棒めっちゃちっちゃなるしなんでもうしょうがないたい。もう名前変えたったけん。いやもうってもうそれもう絶対それは着ていかへんから。まず何言うとテンション上がらんし。知らんよテンション上がらんとか。あんたのテンションなんか知らん。もう変えたったけん買ったったけん。これば着ていきなせよ。でも言いたい。いじられんぐらい上手くなったらいじらっさ。みんな今はあんたがね下手くそで補欠だけひろひろっていじられるけど、あんたが3年生で上手になってもうレギュラーでバリバリやっとって1年生はうわひろさんひろさんってひろさんかっこよかって俺も下の名前で名前書こうって俺も下の名前でもう3年後4年後にはもうみんな下の名前で書くのが主流になるかもしれんわ。伝説残すかもしれない。いややってほんまに言うた。だってあれよあんた新しいの買ってね渡辺に変えてももう今日のインパクトが大だけもうこれからあんたはヒロって呼ばれます。最悪まあよかった。これで頑張ってください。チャンネル登録よろしくねー。